はい、酒好きな俺の飲酒を始めていきたいと思います。今回は、珍しいビールです。ベッカーズピルス。ベッカーズピルスという、これどちらのビールこれ？ビールの本場はドイツのラガービールだそうです。副原料を使用しない麦芽100%仕上げ。綺麗な、淡黄金色と、ホップの芳醇な香り、爽やかな味わいとしっかりした喉越し。容量が 330ml。アルコール度数が 4.9%。で、原産国名がドイツとなってます。こちら、どこで買ったかというと、あれだね。業務用スーパーで、確か170円ぐらいで買いました。これはしっかりちゃんとした第3のビールではなく、生ビールですね。業務用スーパーは結構 輸入系のビールを取り扱ってるんで。ね。それでは飲んでいきたいと思います。ドイツ、本場のドイツのビールか。ベッカーズピルス。これはちょっと期待が持てます。ちょっとググってみましょう。っていうかもうすでにですね、暑くってですね、そこに分かりづらいんですが、実は扇風機がありまして。です。それでは乾杯。いやー、本当暑い。もう33、2、3度ありますね。そうですね。ラガービール。ラガービールということなんで、まあ、喉越しとか、そちらの方ですかね。結構アルコールの味が、口の中に広がる感じなんですが、美味しいです。ラガービールということで、エーデルピールスとかあるから、エーデルピールスじゃねえか。ベッカーズピールスか。4.9%。ドイツだろう。あなたの知らないビールの世界であるかな。ベッカーズピルス。なさそうですね。ドイツのラガービールでしょ。ドイツのラガービールってことは、バイゼンか。いや、違うな。ドイツでラガービール。ベッカーズピルス。あ、ピルスナーだって。なんだ、ピルスナーかよ。しかも、
ラガービールとか書いておいて、ピルスなんかや。ああ、ベッカーズピルスのピルスがピルスナーって意味か。なんだよ。紛らわしい。うん。結構ね、コクがあって。だがしかし、まあ、アルコール度数の、いや、アルコールの味も結構きますけど。うん。まあ、普通に美味しい。ですね。うん。ああ、熱い。うん、これは、あれだな。あ、このベッカーズピルスのピルスがラガーになっているやつもあるみたいですね。ベッカーズラガーという。うん。うん。まあ、それなりに苦味もあり、コクもあり。うん。まあ、特に、まあ値段が値段で170円ぐらいですから。これ170円か160円ぐらいだったらな。まあそれにしてはまあ、普通に美味しいですね。うん。ただちょっとアルコール臭、アルコールの味が結構します、ね。うん。まあ苦味と酸味に関しては、ちょっと酸味が強い。苦味はそこまでないですね。うん。結構ありますね。ベッカーズピルス。ブログが。ブログをググると結構あります。うん。結構ね、ベッカーズピルスもそうなんですけど、業務用スーパーってね、よくわからんビールが売ってるんですよね。うん。意外と。意外と見たことないビールが結構あって、わーってなるんですよ。まあ、アビービール以前飲みましたけど、それも、ね、酒屋ではまあ売ってないですね。アビービールもうまかったな。まあ暑い日にはやっぱりね。ビール。キンキンに冷えたビール。グラスもね、もうなんか冷やして、凍らせて、ね、置いた方が美味しい。体
かもしれないですね。うん。最近になって。うん。あんまりグラス折り冷やす、凍らせたことないんですけど。うん。最近、まあ、凍らせたことは、ホッピーですね。ホッピーのグラスを凍らせたぐらいですね。うん。いやー、でもあれだな。休みの日に飲むビールはうまいな。やっぱり。うん、価格158円程度。あ、じゃあそんぐらいだったかな。160円ぐらいか。そう考えると160円でこの味の、ね。しかも麦が 100% ですから、いわゆる一番搾りみたいなね、系のビールですね。が飲めるということは、うん、いいんじゃないでしょうかね。まあ、一番搾りが180円ぐらいですからね。うん。安くてもまあ180円はするでしょう。なんか輸入物なのに安いっていうのは、ね。なんかちょっと微妙な感じしますけどね。うん。まあ、気にしない人だったらいいんじゃないですかね。結構こう、しかも業務用スーパーで売ってて、なんか、ねえ、みたいな。これまずいんじゃねえのっていう。そういう感覚で、飲んじゃうと、やっぱダメですね。うん。普通に考えて。やっぱり。やっぱね、うん、酒に関してはあんまり値段とかを考慮しない方がね、うん、いいですよ、多分。あんまり、先入観を持つと、ダメです。うん。安いビールだって、しっかり美味しい、わけですからね。うん。うん。まあ、そんな感じで。これ四つ星。普通に美味しい。まあ、うん。ちょっと、アルコール臭は強いかなっていう気がしますけどね。まあ、それが逆に美味しかったり、ちょっと、パンチを効かせた感じが、
いいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。